おお、危ない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 。はい、皆様大きな拍手をお願いします。はい、それでは最後、最後来ましたよ、これ最後の皆さん、お越しくださいませ。え、タンバリン、あ、ドラムの横にあるんですか、聞いてよ。はい、最後の曲はスーパーフライで、スーパーフライ好きな人、ああやっぱみんな好きですよ、スーパーフライ。ビューティフル、ビューティフルしてます。結構激しいですよね、演奏の方もね。はい、なんでそのところでタンバリンするの。いや、いいよ別に、後ろの方でドラムの横あたりで。はい、じゃあメンバー紹介、メンバー紹介いいですか。はい、じゃあボーカルから。はい、リサちゃんです、拍手。あ、それに入ってきてもらった、私喋られてる。リサはね、実はバンドでやったことがないんですよ。で、カラオケが、カラオケみんな好きだと思うんですけど、カラオケだけですげえ歌える人でね、でこの人もしかしてバンドで歌えるのちゃうかなと思って、バンドでやったらバンドでも音負けないんですよ。でこの間ちょっと静かな曲歌わせたら怒られてね、もっと激しいの歌してくださいって怒られて、性格も激しいけど声も激しい。いや、すごいですよね、なかなか、いい歌声を今日は聞かせてくれると思います。リサです、皆さん拍手。で、オンベース、お待たせしました、西川さんです、拍手。こんばんは、こんばんは、こんばんは。めちゃめちゃ雰囲気ないですか、ベーシストっていう雰囲気。あ、手振ってる、手振ってる。大したことないです。大したことない。まあ、あの方もね、何でもやらはるし、演奏もジャズからロックからもういろいろやらはるんですけどね、まあ、今日はセッションで、ジャパニーズポップスということで。はい、西川さんです、よろしくお願いします。はい、で、西川さんのお友達なんですよね。いつからのお友達ですか。長いですね。長い、はい、長い、30年以上のお友達。お名前が西成さん。天王寺区の西成さん。なんかもう一回言うんですか。天王寺区の西成さん、西成さんですね。言ってええんかな、あかんのか、今の方がええか。え、西川さん、あ、話し中。え、言っていいの、あかんの。あ、もうやめとこうか。え、あ、いいですか。あ、お坊さんです。今日のライブちょっと危なかったんですよ。人が死んだりほらなんかすると出ていかなくて、ね、そう、際どいライブじゃないんでね、まあ、今日無事来れたということで、本人も喜んでると思います。西成さんです、拍手。西川さんのお友達からですからね、かなり面白い方ということで。いいですか。はい、じゃあ行きましょうか、最後の曲、ビューティフル、よろしくお願いします。まあ、今主婦ですけどね、やべちゃんです、キーボード。ひどきも演奏するためですみません。はい、じゃあ行きましょう、ビューティフル。
Thank you.
Thank you.